三菱スペースソフトウェア株式会社とは、三菱グループに属するソフトウェア開発企業。三菱電機株式会社の連結子会社であり、三菱広報委員会会委員会社のうちの一社である。主に防衛関係製品の受注や生産などにおいては、米国国防総省に関連する企業との間で、ライセンス生産の形態を取ることが多い。日米安全保障条約締結以降、 防衛関連においては、相互運用性が重視されてきたためである。これらのソフトウェアの保守、点検などを行うために、三菱電機株式会社を中心とする、三菱グループの主要企業と TRW 社の共同出資によって設立された。主な業務として、宇宙システム、防衛システム、通信システム、航空システム、ライフサイエンス関連。 車載システム、防災、環境システム、公共、IT 関連、情報セキュリティ関連等の各分野における情報科学、情報技術を応用した各種先端分野のシステムに係る研究開発、設計、製造、販売及び各種サービスの提供を行っている。宇宙部門は、機関ロケットの広報誘導技術をはじめ、人工衛星のシステム開発や運用支援、 熱、構造解析など、宇宙関連のソフトウェア開発を行う。防衛部門は、レーダー、ミサイル、通信機器などの防衛装備品ソフトウェアや、情報処理システムの開発、作戦分析、作戦訓練装置向けシミュレーションモデルの構築などを行っている。情報通信システム部門は、通信キャリア向け、高度通信ネットワークシステム開発や車載ソフトウェア、開発、 高度道路交通システム関連のソフトウェア開発などを行っている。航空部門は開発プロセスの検証、安全性、信頼性の解析をはじめ、飛行力学モデルの構築とシミュレーションなど、国産ジェット旅客機開発を支援している。防災システム部門は、地震解析、シミュレーションなどの研究における支援やシステム開発や、鉄道関連の防災システム構築。 緊急地震速報の配信事業を行っている。農業生物資源研究所の DNA バンクのシステム構築及び運用やゲノム創薬、テーラーメイド医療といった分野に実績があり、近年では北海道がんセンターにおける網羅的癌遺伝子解析に参画するなど最先端の分野にも積極的に取り組んでいる。SI 部門は観光庁、地方自治体、 民間企業はもちろん自然科学の研究機関などの機関情報処理システムやネットワークの構築から運用、保守、分析まで行っている。ありがとうございます。